さあ、前回このタイラントブロス3で、ディノバルドアッシュを買ったわけなんだけど、そのディノバルドアッシュの素材を使って、こちら、いてつのマクマリ。これを作っていくと。そしてそろそろね、やっぱ防御力がきついと、もう上位防具じゃ。で、マスターランクの防具をちょこちょこ作っていきたいと思うんだけど、まずこれ、EX ガマルコイル。ドドガマルの腰だね。これにね、砲術2ついてんだよ。だから今作ったディノバルド足の、チャージアックスの榴弾瓶と相性がいいと。見てこれ。防御力ほぼ倍だよ。ダサすぎだろ。うわー、シンプルでいいじゃん。氷の竜。新しい道ができています。お、なるほど、これで解禁されたんだ、最終マップ。幻想的だな。さあ、ようやっと決着だ。スケベしようや。クラウダ、ちょ、やべえやそれ。なんか前回からこいつずっと尻尾ばっかやってんだよな。なんなんこいつ。あか、一旦吹っ飛ばそう。でも傷つけ必要ない。ビームは固定ダメージだから。ただ尻尾は切りて。あとあれらしいな、この吹っ飛ばしでダウンしてるときは毒以外の状態上なんないんだって。ただこの時に頭もバーってやってもスタン取れないらしいね。知らんかったんだけど俺。ガードポイント、はいはい、髪よけ、ここ石ね。絶対これ落とし物消えちゃうから拾っておいて。イニシエの流氷かよ。いや石ねえか。じゃあもうシンプルにやるか。せーの、3、はいはい。ギリギリでよける。今日はそういう日だよ。そういうスタイルでいく。全然怒んねえ。ってことはダメージ与えられてねえってことだからな。きたー、これでスタート取りたい。頭いかないかな。いや全然ダメだ。もっと後ろ行っていいのか。GP、 もう GP にスタン入ってもおかしくねえぐらい溜まってると思うんだけどな、スタン値。やば、俺ガチでこれ調光してられてるの運ゲーなんだけど。いやー無理だな。まあ一旦先行か。きた。いやこれは当たってくれよ。チェアー、よーし。てか見て、前回70だったのにさ、スキル
キルつけたから105になってるダメージが。武器も強化されたしね。武器の攻撃力に依存するから、だからどんくらい伸びたんだ。6発伸びんだから180ダメージ増えてるね、合計 GP からの、うん、やばい、むずいけど、よし、これ一回もスタン取れないかもしんない。マジかよ、こんな無事いのかよ、スタン取んの。なんかあれだよね、サンブレット違うよね、だいぶこうしてる。あ、時だ時だ。したらこれさ、さすがに弾狙いたいから尻尾切りにシフトしつつだな、ちょこちょこ殴っていくわ、こう溜めるときとか。オッケー、普段は浮いてるからね。 GP ゴー、あかーん、はいはい、これ SP やべえか。でもこれ氷まとってないときめっちゃやらけるね、ミス。はいはい、 GP いきますよ。まあ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 、はっ、危ねえ、マジで死ぬ。拾っておく。またイニシエのリーグかよ、いまだに弾拾ったことないね、このデータで。いいぞ、あー1連ブレスか、たー2連だったらワンチャンスターあったかもしんねえけどな、危ねえ。やべ、もう黄色になっちゃった。まあ瓶にはね切れ味関係ねえんだけど、普通に殴ってる分には切れ味合うの方が威力高えから、まあ言うても移動するまで解けねえな。素晴らしい鱗、語彙力失っちゃってんじゃん、古竜の鱗で。さあ、ようやく石ころが手に入った。ただ吹っ飛ばして頭やっても、さっき言った通り亀裂取れないから、状態値になんないから厄介すぎんな。ノリだな、ノリで亀裂取るプランでいくわ。プラン出るだろ、いく、ぐわあ。でもなんか心なしかダメージやっぱ減ったよな、ドドガマル装備になったことによって。腰だけクソアンバランスになった甲斐があったわ。オッケー、もう食らいながらチャージする、できてねえわ。これ思ったより尻尾長いから気をつけて。氷やれマジ強いな、いかーん。オッケー、オッケーじゃねえなこれ、いやいいわ、ちょうど頭に行く説。あー、なくなっちゃったー、盾強化が最悪。まあいいや、尻尾を切れっていう神からの典型だこれ、降りてきた確実に神からな。うーん、もう一回弾いこっか。なんか最近モンスターの体力が多くなってきたんかわかんないけどさ、一回じゃ怒んなくなってきたよな。うおっほっほ、これでいく、オッケー。あ、そか、でもあれか、吹っ飛ばしたら気で取れへんのか、何やってんだこれ。まあいいや、もうしかも下手すぎる、どこ売ってんのこれ。まあ、じゃあ次ノリな、本気モード乗れ。ふん、いや、これのんのむずいわ、あかん、あかん。この氷を壊せばって感じか、オッケー。キャー、見ろ、これが俗に言う環境利用や、うまい。すぐに氷を破壊して乗ろうというその発想力、脱帽しました、脱帽しました自分に。お、なにこれ、あ、弾けた氷が。
で、この角度、これはスター行ったろ。行かない、嘘やん。もうスタンしないシステムになってるじゃん、ゲームが。ゲームが潰しに来てる俺を。一旦よっしゃー。いやーこれ絶対絶対通り過ぎるこれ。まあ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 ギリ、ここまで来たらもうスタート取らねえわ。逆に不動帰ってきた。あ、帰ってきてるわ。帰ってきたら尻尾切ろうと思ったけど帰ってきてた。これでチョコパが殴っていくか。チャージアックスの、おお来た。チャージアックスの切りつけ世界一遅いからね。亀の次に遅い。ちくしょう、あっぶね。いやこれいくっしょ、男の子に生まれたからね。いやこれさすがにもう弱るんじゃね。あのビン、ほら、あ、強いな流弾瓶。普通に強いわ。スタン一回も取れてないのに。なんかね、あの超高出力の時にね、普通に斧ぶん回してるやつもなんか290、300みたいな食らってんだよな。だから合計1000ダメージぐらい入ってんだよあれだけで、頭に当たればね。これは吹っ飛ばし確実に届かねえな。斧でぶん殴るか、結構入るはず。えーい250か。 GP ダメだそれは。危ねえ、やばい、なんかやめてやめて。あー危ねえ、シャーク下手くそになったな。もっといじってあげなきゃ。拗ねてるわこいつ。嫉妬してる俺のランスに。俺のランスさばきに嫉妬してるんだけど、俺のシャークが。 GP クソ、ガード性能がねえからな。のけぞっちまうわ。先行そろそろ効くか。本気モード。あ、怒ってねえじゃん。したらお前もう死ぬだけだぞ。最後の最後でスタン待つよ。そういうドラマがあったっていい。この角度、わあ大ダウンかよ。これはもう終わるな。くっそ、チャークの操作が下手すぎる。もういっちゃあ耐える。 88？ なんで威力下がってるんだ固定なのに。 JPGP、 え、なんで威力下がった。 88？帰りキロダレとかも飲んでないから関係ないはずなんだけど。え、原因わかんねえ。ちょ、体力高っ。お前弱ってたじゃねえかさっきまで。せーの、新大陸に生きるハンターが命の限り叩いてみせましたとも。祝福の花火は上がっております。やった、霊玉一回出た。これ作れって言ってるな、こいつ自身が訴えかけてきたね、弾で。ハニートラップだよこれ。ガッポガポだ。よくやった、お前は本当にすごいな。すごいぞ。やったな、マグマを急速冷却して生成か。誰こいつ。これをまとうことで冷気を制御していたみたい。石が劣化して剥がれるたびにまとい直しているんでしょう。なるほどっすね。
あ、だから流血種の地に来てたんだ。エメナ、すごいな。これでじいさんに報告できるね。はい。でも祖父は私に別のことを知ってほしかったのかも。いい課題だったわね。はい、知りたいとあがくってすごいですハイボー、石の謎に付き合ってくれてありがとうございました。あなたは本当に本当に、いや、戻ったか。こっちはなんとか一段落ついたところですよ。そのようだな。ひとまずそちらの経緯を聞かせてくれないか。これでレイゲーナの異常行動も収まって、寒冷化による生態系の壊滅も免れるはず。素晴らしい成果だったな。しかし水を差すようで申し訳ないが、私の調査結果を聞いてほしい。それを報告する前に、うん、至る所に不自然な断層を見つけたわ。それもたくさん。この地で頻繁に地殻変動が起きていた証拠よ。地殻変動？そう。でもそのどれともイベルカーナとの関連性を見つけられなかった。それに歌が聞こえる理由も不明です。俺じゃない？まさか俺の歌じゃない？うん、歌と地殻変動は関連している。レギエナの行動やイベルカーナの活性化に影響していた可能性が高い。これらが収まらない限り生態系の異常は続くだろう。だとするとその原因は大いなる存在か、うん、歌。地下剣道だ、捕まえろ。やばすぎだろ。もうあれじゃん、普通なんか地殻変動っていうかこの大陸滅ぶじゃん。感覚。さて状況を整理する前に一言言わせてほしいんだ。ありがとうってな。みんなイベルカーナをよく食い止めてくれた。みんなとまだまだ生きられることが素直に嬉しいよ。だがそうも言っていられない事態になった。私は五鬼団の編纂者が聞いたという歌が気になり、単独でずっと調べていたんだ。私は地殻変動がどうも気になってね、同じく単独で調べていたの。それでようやく歌が聞こえた場所近辺に地殻変動の跡が多いと分かってきたわ。 おい、まさかとは思うが、二つの原因が同じなんてことは。大いなる存在、この言葉は古い布に書かれたただの文字かもしれない。だけど手記の主がこう記すだけの理由があったと俺は思うんだ。とにかく私たちだけでは時間が足りない。できうる限りの人手で歌と地殻変動の場所を洗い出したい。うん、二つに共通する事故、これを探り出すことに私も賛成だ。さてお前なら手はずはどうぞ。そうだな、歌と地殻変動の調査の手伝いは4機団のハンターに頼みたいな。それと5機団は各地のモンスターの動きに目を光らせてほしいんだ。レイゲーナの時と同じく騒ぎ始めるモンスターがいるかもしれないだろう。なるほど、
かの存在に触発され、とてつもないものがうごめいている可能性は大いにあり得る。私も先輩の案に賛成です。みんなで手分けして調べます。ここが正念場だな。何かが一つでも欠ければ大いなる存在にはたどり着けないだろう。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。さあ後半かな、こっから。さあそしたら強化が止まってた総中根強化しようか。エアリアルウィザード2、さらに今のイベルカーナでゲットした太鼓竜骨でエアリアルウィザード3、これで最終強化だ。また骨はここで止まっちゃうんだな。あー虫も強化できるわ。これか変わりすぎだろこれ。何があったんだ一体こいつの身に。あとちょっとあれだわ、あれ装飾品欲しいわ。マジでまともな装飾品がない。特にマスターランクは、まあ、上位も全然揃ってねえけどな。ガード性能1個持ってねえし。ロンノ、あー教団士とか持ってなかったよ。あ、やっと集中出た。てかこのガチャすごい、上位のレア種いっぱい出るんだ。じゃあちょっとあれか、まだ2個しか揃ってないけど、この金もさすがにいっとくか。もったいぶらずに行くべ。いやー飛燕と見切り、いやーいらねえ。この痕跡異様な力強さを感じますね。捕食痕、小さなうねりが集まってとても大きなうねりへ。うわー今はまさにナイス、その時という予感がします。捕食痕じゃわかんねえな、ふざけんなよ。まさかあの痕跡は、いえやはりと言うべきかも。あ、ネルギガンテ、よう。あ、ラージャン見てみろよ。ラージャンもいるのか、2体同時討伐か。これネルギガンテの痕跡だ。お前をかきたてているものは何だ。なんだこいつ、面白くなってきたぞ。違うな。二つなだ。こりゃ調査どころじゃねえな。だよな、ここはお前に任せる。後で落ち合おう。輝く推薦組が出てきたな。じゃあ俺の出番はないな。グレンバゼルや、不動を着て、これ尻尾とかやらけんだっけ。まず一回虫の餌を落とすじゃん。で、領中強化で白に赤と、はいはい。あれ虫が突撃していかなかった。柔らけえこいつ、気持ちいいわ。でまずは死んでみる。アップ、もう絶対死んだと思った今。帰ってこい虫、あ、帰ってきてるわ。ドラケンと色合うな虫、分かんなかった今。
どんぐらい出てるダメージ虫の。いやー、おしゃれ、おしゃれ余計したけど、ちょっとシャバいな。はいはい。いやちょっと待ってくれ、これこれあかんわ、これつか不動マジダメだな、こいつ相手に。うんこがただんヒットする。うわー、無謀にもドドガマルが。茶色もらう。お前どっか行ってくれ、自分でどっか行ってくれ。もう無謀すぎるだろ明らかに。なぜわからん。さよなら。でもこいつあれだからな、モンスターランキングで30位ぐらいだったんだ確かな。めちゃくちゃ人気っていう。やべえ、虫球化忘れてた。これで X があれだわ、あれしてね。いやー、間に合え！単勝すぎる。いやこれやべえな。こっちの装備はドドガマの装備ついてねえからな。いやこれ死ねるか、この HP はちょっと俺行きたくなっちゃう。いやそうよね。いやマジであのカエル野郎のせいでさ、めちゃめちゃあれされたんだけど、乱されたんだけど心を。やばい、あぶねえ。頭がでかすぎて赤しか取れん。尻尾も赤かよこいつ。やばいやばい、マジやばい、ほんとにこいつに3音差嫌だな。いや虫遅え。バルノスは何色？バルノスも赤か。ちょっとあかんわこれ、取れない赤だけに。これやばい、ちょっと待って、ごめん、あの何もできません。いやそうだな、くそ。あでもこれあれじゃん、探索だから何もとしてもいいのか、極論。やばい、ボコラップリがやばすぎ。これどこだ茶色。モンスターハンターワールド実況始まって以来のぐだりっぷりだこれ。あ、一発57だって、虫のダメージ57、えぐいな。で尻尾もつけまして、まだつかねえか。ちょ、もう一回やっちゃうこれ。オッケー。でようやくこれで、うわーマジか。この HP マジでぶっ飛ばしていきたいけど一旦回復するわ。普通に気絶して終わっちまいそうだろこれ。気絶して死にそう。あーこれ無理だな、一旦諦め。うまくいかねえ。怒っちゃうよな、殴ったらな。こっち来てくれ。かあ。いい、うまい。いやマジかよ、ここまでやって満を持して吹き飛ばしたのに。いけ！よっしゃ、やっとだ。長かったここまで。当たってないよ。これ尻尾でストップして、うーん、これで避ける。でこう、よし。あそうだ、ダウン取れるんだ、この青くなってる部分殴ると。ちょっと待って、下手すぎる今日。ちょ、でもなんだよこのカエル。ちょっと俺チャー君の時から様子おかしいなマジで、下手すぎる。
197だって。マジで切ってて気持ちいいな。え、なんか防御ダウンついてるんだけど、これバルノスの唾液か、虫強か。ちょ、茶色取るの薄いよこれ。一旦殴ろう。やだー、これ絶対一発レジルだよ。もっと強い技食らったら一発だ。あーでもそうか、探索なのか。探索って本当に何回でも死んでいいの？なんかデメリットないの？報酬が少なくなる的な。だってあまりにもさあ、そしたら余裕すぎないと思うんだけど。いや不動切るわ、ちょっと怖えけど。ちょっともう無理、これ茶色取れへん。よし来た、入ったね、大腸に今虫が。だから茶色いんだ。来たー、死ぬなよー。なんだこいつ。これはこうケツでもよかったけどな。さすがに乗らない。こうだ。はいはい、ダメか。ほいほいほい、はいはい、頭赤い。これ破壊するとあれが色直っちゃうのか。こうなんだな。やったー、せめて吸収好き撃つの虫しまってからにしてくれ、意味ねえから。もう一人の俺、いく。よし、ただ傷がねえついてねえんだわな。これでつけるか。ついた、これ。あれ今変なとこ殴っちゃったな。全然あのイベルカーナより手こずってるんだけど。うわーすごい、見た今46-46だって虫。はい、これでようやく気づいたな。これあれじゃね、全然殴れてねえけど多分肉質柔らかいからあっという間に弱ると見た。あーん、はいはいはい、適当に火炎切り打っても頭でけえから当たんな。尻尾か頭どっちかにしら、どっちかしらは当たるわ。うん、どっちに、どっちかしら、何、どっち、どっちかしらには当たる。あれ忘れちゃった日本語。やべえ、飛躍なくなった、左にすぎ。これ乗るか。うわ最悪、なくなっちゃった、あれが。ガーエキスエヌリ最悪だ。まあいいや、多分あれなんだよな、エキスもなくなっ、エキスの時間消費していっちゃうんだよね、アイスモーンって。サンブレイクから確か乗ってる最中はエキス時間消費しなくなったんだけど、それに比べたら逆に取ってないまである。あ、頭壊れてもちゃんと青くなってんじゃん。ダウンしろ、じゃあダウンしろ。くそ、10尾、人尾じゃねえんだ。一発でチャイ取る、ここ。これねえな。え、待ち伏せされてたんだけど、うんこに。うわ飛躍なくなった。いやでも帰るのめんどくせえな。いや帰るという選択肢がまず甘えだわ。何年モンハンやってんだっていう、そういう話じゃない。帰るという選択肢はねえだろ。きたー、ダウンしろ。しゃあ、ダウンしてない、ダウンしてないっつうかあれだわ、
特殊ダウンじゃねえな。じゃあこの後特殊ダウンするんじゃねえこれ。はいはい。ええー、嘘。ボムガスガエルをここでこう殴るわけで、お前はひるむじゃん。でその間に回復してこうだ。やべえ、あぶね、あぶね。いけるか。いく。またね、くっそ。ねえ、もうやだ。ちょっと、さらば。まさかこの俺にランスを出させるとはね。とうとう出たね、パワーガード頭。なんだこの画面。これ大ダウンまだしてねえよな、頭な。もうするよなこれ。くっくっ。え、あぶねえ。てか停止来てるから大丈夫だったわ。あかん、これ傷つけなきゃ全然ダメだわ。最悪色落ちしちゃったこいつ。37 37じゃやっていけねえよ。カウンタークラッチでつけるに限るな。こいつ頭攻撃多いだろ。きた。あ、方向じゃダメなのか。助けてー、思ったより肉質が硬い。一体いつになったら終わるんだこれ。もうええでしょう。はい、頼む。どんだけ下ってんだこれ。くっそ。あ、色付きになった。よし、これいくわ。はい、カウンタークラッチング。ただこの時スーパーマンだから怖えわ。シャー、来た。今度はケツだ。オッケー、坂を使って一気に最高速になったから突進のフィニッシュ突きが2回当たったね今ね。やっと弱った。ちょっとオッケー、駆動来て、なんだこいつ。いけるかこれ。不発になっちゃった。はい、来た来た。さすがだな、探索を終えて帰還するぞ駆け足。ジャンピングクラッシュ、天を焦がす銀翼。なんか2つのモンスターのさ、素材イテゲーのもそうだったけど独特な名前でいいわ。うお、天輪出たけど、お前の天輪はあんま使わなそうだな。使うのかな、カスタム強化とかに使うか。おうおうおう、みんないるな。朗報だ、ネルギガンテの痕跡を発見したぞ。朗報。朗報。やつが現れたということは狙う相手がいるということだ。さーて、やつは何を狙っているんだろうな。テオテスカトルじゃない。それに加え各地で古竜の痕跡が見つかった。ご機団の調査で分かったことだ。それも様々な種類の古竜だ。大変なことになってきましたね。地殻変動調査の進展はいかがですか。順調よ。新大陸、渡りの地の両方であらゆる変動の場所を洗い出しているわ。歌が聞こえる場所も手分けして探している。こちらも早々に結果が出せそうだ。この調子で調べていけば大いなる存在の居場所を突き止められそうですね。そこで私からご機団に頼みがある。
新たに活動を始めた古竜たちからも、かの存在につながる情報が得られるかもしれない。今はとにかく、情報が欲しい。各地で古竜の調査を依頼したいんだ。それはどうかな？先輩、どうしましょう？自然現象と古竜は結びつきが深い。俺も古竜の調査に賛成だ。決まりですね。早速手分けして調べます。おい、俺は何をする？大団長はいつも通りで。しゃあ、任せろ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。